2008年4月12日土曜日に爽やか寛容林阿蘇の里で植林活動が行われました。今年で3年目となるこの植林活動は、財団法人阿蘇グリーンストックやコカ・コーラボトリング株式会社、そして阿蘇市の3社によって計画されているものです。水源寛容を目的としたこの植林計画は、4年にわたり8000本もの広葉樹を植え、5年間育林していきます。その後、育林した広葉樹は無償で阿蘇市に寄贈され、少しでも阿蘇の大自然を後世に残したいという願いが込められています。各会社の開会の挨拶が終え、苗木の植え方の注意などを聞き、一人一人が苗木を片手に意気揚々と山中へと向かいました。絶好の植林日和になった今回は、たくさんの人々が集まりました。社員ボランティアの方々や一般家族連れの方々、様々です。今回は山桜をはじめとした数種類の苗木を植えます。各ポイントごとに分かれ、協力し合いながら楽しそうに苗木を植え続けていきます。慣れない手つきの子どもたちも、一つ一つの作業に戸惑いながら懸命に作業をしていました。自然を大切に思う人々の思いが一段と伝わる一日でした。